完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の表口の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵完成10年、摂津名所杖、砂場泉屋の店内の挿絵家営2年、2000年袖間、角国屋の表口の挿絵室町砂場は、東京都中央区日本橋室町4丁目にある1869年に、創業の蕎麦屋店舗、 幕末の慶応年間、蕎麦屋の砂場本家、工事長七丁目砂場陶基地で働いていた、村松徳が働いていた、工事長七丁目砂場陶基地から、のれんわけを受け、柴田金輪のビク坂に開業したのが始まり。一新後の1869年、ビク坂から、日本橋の本国町二丁目に、本国町砂場として移転。この時の明治二年を、創業年としている。 1923年の関東大震災後、東京市の土地区画整理と町名の整理が実施され、1932年の町会変更により、室町4丁目となり、室町砂場と改称した。砂場の名は、豊臣秀吉が大阪城を築いた時、大阪の泉屋という菓子屋が、資材の砂置き場に蕎麦屋を開店し、砂場と呼ばれていたのに始まる。 徳川家康が江戸城を築くときは江戸に進出し工事町に店を構えた。砂場というのれんの発生はご存知の通り大阪らしいございますね。私の子供の頃、角文字の反転があり、背中に丸の中の砂の字の大門があって、襟字に角で砂場と書いてあり、上に丸の中に大としてありました。ですから父なども、やはり、 大阪のものではないかと申しておりました。反転と言っても普段の陰板店ではなく衆議不修議の出入りの人に来てもらう方のです。蕎麦屋の旦那衆昔語り、松村茂昭和62年より抜粋気場近い、気場近い、気場近い、2020年3月28日閲覧、ありがとうございます。